さあどうも皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16へおそらくクリアされた方が大半じゃないかなと思います。で、自分もですね、この FF16 一通りプレイしてみた、まあ、感想であったりとか、あとは公式が発言している内容であったりとか、あと世間一般的にどのような評価になっているのかとか、あと FF16 関連のニュースであったりとか、まあ直近ではそこら辺を取り上げさせていただきました。で、今回の内容としましては、今まで触れてなかった内容、触れてるようで触れてない内容、ないしは一部触れているけどほとんど触れてなかった内容、いくつかございますので、で、特に今回不満点についてよく振り返ってみると、あんまりなんか動画内で触れてなかったというか、ほとんど触れていなかった記憶があるので、まあ、今日はですね、ジャンルをガラッと変えて、FF16、一通りプレイしてみて、不満に感じたところ、そこをテーマに取り上げていきましょうか。で、多分これね、多くの方が同じこと思ってんじゃないかなと思っていて、そこをね、今日は話していきましょうか。で、真っ先に思ったこととしましては、走るのが遅いというところですね。はい。まあ、これね、本当に遅い。ごめん。本当に遅い。なんでこんな遅いの?って感じなんだけど、まあ、これ操作してみると、なんか妥当な感じに思うかもしれないけど、これ自由にダッシュすることができないんですよ。で、これ小走りになっていて、で、フィールドがそこそこ広いんですよね。で、このスピードで走っていると、移動だけで相当時間がかかってしまうんですよ。まあ、例えばこういう狭い拠点内とかであれば全然いいよ。まあ、狭いって言っても結構広いけどさ。ただ、この広さで狭いんですよね。だからまあ、例えば端から端まで行くだけでこれどんだけ時間かかってるって感じよ。で、それをひたすらね、このゲームで繰り返していくからさ、結構大変なんですよね。だからまあ、移動時間が相当かかっているのかなと思いました。はい。なので、まあ、せめてその、小走りは別にいいんだけどさ、ダッシュを自由にできるようにしてほしいというところ。で、フィールドにおいては一応ダッシュがね、できるっちゃできるけど、なんかこれもね、結構めんどくさくて、小走りの状態が例えば、仮に5秒続いて、着いたとすると、ダッシュに切り替わるみたいな。まあ、そういった自動切り替えモードが搭載されております。まあ、オートになっているんで、まあ、楽っちゃ楽ではあるんだけどさ、ただ5秒ぐらい経たないと、クライブが走り出してくれないというところが課題であるというところ。で、あと曲がりにくいというところかな。ダッシュするとめっちゃ曲がりにくくなるんですよ。で、例えば90度とかで曲がろうとすると、そこでなんかダッシュがキャンセルされて、また5秒ぐらい止まってしまうとか、あとこういったところにちょっとでもぶつかるとキャンセルされてしまうとかっていうところかな。なんかその、移動関連めちゃくちゃ不満あるね。まあ、そこのところがちょっと課題かなと感じましたね。はい。なんかいろいろなゲームやってきたけどさ、なんか自分の意思でダッシュできないゲームってなかなかなかったから、何しろダッシュ自体の機能がないとかっていうのであればまだわかるんだけどさ、ちょっとこれなかなか特殊な例だなと思いました。なかなかないよね。まあそんなところでこれ走るのが遅いであったりとか、ダッシュが自由にできないというところは、まあおそらく多くの方が不満に感じているんじゃないかなと思いました。あとそれに伴って、まあミニマップがないっていうところであったりとか、わざわざこれね、複雑なダンジョンとか、あとフィールドとかであれば、これを見て、どうやって行くんだっけな、あれ、あ、間違えた、そっち、みたいな場面がね、多々あったので、で、これもいちいちなんか開けて、どこだっけ?あ、こっち。あ、待って、方向どっち?あ、こっち?みたいなことを繰り返していたりとか。まあ、慣れたらまあ、とってことはないんですが、慣れるまでが結構時間かかるので、このミニマップがないっていうのが、意外に致命的だなと思いました。まあ、他のゲームとかであれば、やっぱりそのユーザーの利便性の向上っていうところで、ミニマップを搭載していることが多々あるので、まあ、このゲームっていうのは、没入感をね、重視しているという公式からの発言からミニマップが廃止されました。あえてなくしたということを発言されておりまして。ただ実際やってみると、いや、ミニマップは必要だろう。わざわざマップを開ける回数がね、多くなってしまうから大変だぞと思いました。まあ、特にこういったゲームっていうのは結構その作り込みがすごいからさ、一本道ではあるんですけど、街のところがね、結構その迷いやすいというか、結構入り組んでいるから、あれどうやってこれ2回行くんだ?ん?ちょっと待てよ。奥の方どうやって行くんだ?
みたいなことがね、他のその拠点とかだと結構あるので、ちょっとそこのところはね、やっぱ課題だなと思いましたね。あと、それに伴って、まあ、ミニマップがないのはね、まあ、100歩譲って、まあ、仕方ないのかなと思っているんですが、一方で、拠点内ワープがないから、結構その広い拠点とかがね、今後出てくるんですよ。まあ、特に後半になると。だからまあ、拠点の移動だけで、なんか、何分かかるのみたいなところがあったりとか、まあ、ちょこちょこファストトラベルできるところ、ワープ機能がついているんですが、フィールドとかでは。ただ、拠点内のワープがね、ないっていうのが結構大変だなと思いました。はい。まあ、これ結構時間かかるよね。だってこれ最初の、隠れ家だよ、これ。けどこれ端から端まで行こうと思ったら、もうそれだけで結構時間かかるよね。で、ここですらそんな感じなわけだからさ。なんかちょっとここはやっぱ工夫の余地はあったんじゃないかなと思いました。あとは、サブクエで指定されたものを取ってくるっていうところで、これはですね、まあそれしか仮にその選びようがないのに、なんかわざわざ決定ボタンで選択をして、で懐から出して渡す無駄なモーション。まあこれっていうのは、前々作の14の流用なんですが、こちらを毎回入れてくるところ、いやなんかサブクエで指定されたものを取ってきたんやから、別に選択肢をわざわざそれ出す必要性なくねみたいな。俺毎回思ってたんだけどさ、サブクエの度に。なんかわざわざこれ決定ボタンを押して、懐から出して、みたいな。なんかここの一連の流れ必要かと思いましたね。なんか回数繰り返してるとめちゃくちゃなんか目についてさ、まあ最初は全然なんか何とも思わなかったんだけど、ただなんか率直になんでじゃあそれ指定してきたって思いましたね。はい。まあそんな感じでございます。あと調べた後さらに、R2 を押さないといけないドアがありますが、この時に決定ボタン連打していると、キャンセル扱いになってしまうんですよね。これ多分ね、同じような場面出くわした方っていうか、このゲームの特性上、結構連打をすることが多いからさ、決定ボタン。なんか同じようなこと起こった方多いんじゃないかな。しかもこれわざわざなんか視点が、ズームになってまたキャンセルになってみたいな。結構これね、もう一回押すの時間かかるんですよ。で、またドアを調べるところがやり直しになって、まあ、そんなになんか時間ロスするわけじゃないけど、結構この R2 を押す場面っていうのが、多分クリアするまでにかなりの数があるので、地味にストレスだなと思いました。はい。なんか意識していてもなんかミスってしまうというか、流れでちょっと連打してしまってあれみたいな場面が結構あるので、まあこれはその地味な不満点かな。はい。あとチョコモに乗るときは右スティックを押し込みで呼ぶというところで、これもちょっと大変ですよね。なのでこれバツのボタンで乗るのと二度手間になるというところと、さらに R2 を押さないとダッシュしないというところで、まあこの2つの仕様がね、なんか絶妙にめんどくさいなと思いました。その仕様っているかって思いましたね。なんかここもまた絶妙ではあるんですよ。で、あと QTE の存在というところで、これもね、ちょっと連打ゲーあるあるではあるんですが、まあ結構脳死でプレイできるというか、俺普通になんかボス戦でもさ、YouTube 見ながら、なんか適当連打してて戦ってたりするんだけど、で、時折 QTE が入ってて、うわ、ミスってたみたいな場面が結構あったりするんですよ。結構そのよそ見しながらさ、やってるから、ボス戦とか。まあ結構その流れ作業というか、なんというか、戦闘はね、最初はなんかガチでやってたけど、なんか途中からだれてさ、ああ、まあ、またいつものやつか分かりました。じゃあもう連打だけでいいね。はい、連打連打みたいな感じで連打してると、あ、QT 入ったみたいな。ところで失敗していて、結構主人公が大ダメージ受けていたりとかで、うわーみたいな。逆に大ダメージを与えるチャンスを逃してしまったりとかで、なんかね、QT ってやっぱ必要なのかなと思いましたね。まあ仮に QTE 取り入れるんであれば、なんか毎回同じボタンだからさ、結局なんか四角ボタンか、R2 かどちらかみたいな感じだったと思うんですよ。あと R1 か。まあそこぐらいしか QTE で用いるボタンってないと思っていて、まあそれだとなんかいろいろなボタンがあるわけだからさ、なんかバリエーションに増やしても良かったんじゃないかと。まあ三角、丸、×、四角とか、あえてその失敗する要素みたいな。だからそういったドキドキ感とかがあれば全然ね、なんか盛り上がるというか、まあ意味っていうのはわかるんだけどさ、毎回同じボタンだからさ、いるみたいな、それ。ちょっと思ってしまいましたね。なんかここの QTE っていうところが海外では結構不評になっていて、で、レビューとか見てると、なんかその走るのが遅いとかっていうところに触れられてる内容とかも Amazon レビューであるけど、Q
QTE がとにかくいらないという意見がめちゃくちゃ多かったから、まあ多分その海外とか国内問わずにこの QTE にストレスを感じていた方は相当多いのかなと思いました。逆にストーリーとか他の部分は全然いいけどさ、QTE だけはやめてくれみたいな内容が Amazon とか見てるとありますね。まあ QTE はね、このゲーム面白い、高評価だと思ってる方でも煩わしく感じるというか必要ないって感じてる方が比較的多いみたいだから、まあそれを考えるとやっぱり次回作以降はちょっとこれやめてほしいかな。なんかあんまり必要性感じないみたいな、率直に。まあ意味があれば全然いいんだけどさ、単純になんかその失敗した時というか、なんというか、まあちょっと難しいですよねこれ。なんかもうちょっと変えた方がいいかもしれないですよね、やり方とか。はい、まあそんな感じでございます。では今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価ポチッとお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。そして再生リストから気になる動画も見ていただければと思います。じゃあの